さあ今宵も行きましょうか。まずはエピローグ、そこからスタートさせていただきます。で、本日ご紹介するこの未解決事件に関しては、今もなお似たような事件というものが毎年のように起こっております。まあちょっとね、思うところはいっぱいあります。で、近年と言いますか、つい最近、その緊急事態宣言により学校が休校となっておりましたよね。それによりその未成年者の妊娠であったり、そういったものに対する相談というものも増えたそうでございます。そういう意味も含めて今回の事件というものを紹介させていただき、そして皆様でこう、なんて言うんでしょう、議論を深める、もしくはその理解を深めていくっていうことも必要なのではないかと私は思いました。では本日の動画、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、またね、皆様チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。この一つ一つが私のモチベーションになります。ぜひともよろしくお願いいたします。では行きましょうか。はい、ではね、この事件の発覚から皆様にご説明をしていきます。時はね、割と近年なんですが、2010年の3月10日午前8時55分頃に発見されております。で、状況としては、とある一人の男性が高知県高知市にあります高津本町の船入川にて野鳥に餌をあげていたんですよ。で、ふとね、川に目をやると赤ん坊のようなものが浮いていたんです。そして110番通報するわけでございますが、来てみた警察が引き上げてみると、なんとそれはやっぱりね、赤子エイジだったんですよ。で、その赤子は男児で生後3日程度とみられ、身長約50センチ、体重が2500、着衣はなく、目立った外傷もなく、死後数日が経っていると見られております。はい、ではね、ここで警察の捜査に移っていきますが、高知県警はその保護責任者遺棄致死の疑いも視野に入れ、死体遺棄事件として捜査をしていくんですが、これまでに犯人に結びつくような有力な情報は得られておらず、情報提供を求めている状況となっております。はい、ではね、警察がいくら調べても犯人の身元が特定できなかったのはなぜなのか、そこをちょっと考察してみたいなと思うんですけど、身元が特定できない理由、それは手がかりがないからなんですよ。手がかりがあるとしたら、大体産科とかね、産婦人科、そういうところだと思うんですよ。でもね、警察ってまずそういうところに行くと思うんですが、行っても情報が出てこなかったわけですよ。なので、そもそもこの犯人は妊娠しながら、そして出産しながらも病院にかかっていない、そして通っていない可能性が非常に高いのではないかと私は思います。で、まあ息は絶対いけないことです。でもね、少し犯人の立場になって考えてみたいなと思います。ではね、なぜ病院に行けなかったのか、それとも病院に行かなかったのか、そして犯人はどういう心境だったのか、一つのデータを見ながら考えてみたいなと思います。はい、ではね、このデータを見ていただきたいんですけど、その拾える範囲でしか拾えてないので、実態としてはもう少し多い件数になっている可能性もあるかもしれないので、そこを踏まえて見ていただきたいなと思いますが、その
行き件数で言いますと2013年から16年の合計4年間で少なくとも58件が確認されております。で、理由に関してはちょっとね、重複重複、これね今両方とも OK になっております。まあそれはいいとして、はい、重複してしまうかもしれませんが、まずね、予期せぬ妊娠、そう、遊び相手と妊娠してしまった、そして年齢が若い、若くてこう予想もしてなかった、だから遺棄してしまう。で、経済的な理由、その遺棄するっていうことは大体ね、相手がもうすでにいないっていうケースが多いんですよ。別れてしまったとか、またはね、その先ほどと被ってくる部分もあるんですけど、遊び相手と妊娠してしまったっていうケースもありますよね。で、女性がたまたまそういうシングル状態になっちゃって、まだ自分が経済的に自立していない、だから育てきれないということで遺棄をしてしまうというようなケースもあるそうでございます。あとはね、未成年、親に言えない、あとは彼氏に捨てられた。で、またこれ実際にあった事件なんですけど、その東京都足立区の方であった事件なんですけど、その女子高生が SNS を使用して男性の人からお金をいただいて行為をしてしまったっていう事件があったんですよね。事件というか行為をしてしまって、それで妊娠をしてしまったと。で、結局母親に相談した結果、川に遺棄しようってなったらしいんですよ。いや、とんでもない母親だななんて思うんですけど、だからそういうケースもあるわけだよね、未成年で言えば。あと何年か前にあった事件で言いますと、そのちょっとふくよかな体型をされていらっしゃる女子高生が、そのトイレにそのまんま出産して息をしてしまったと。で、これに関しては誰も気づかなかったそうなんですよ。ふくよかな体型だから気づかなかったっていうことだそうですが、いや、生理用品の使用頻度であったり、そういったところで親は 100% 気づくだろうと私は思うんですよね。気づかなかった、気づこうとしなかった、そういう関係だった、そういう環境だったっていう話なんじゃないのって私はちょっと思います。はい、ではね、ちょっと話はまた元に戻るんですけど、あの女性、遺棄した女性がどういう心境だったのかは分かりかねますが、少なくとも病院に届けていないということを考えると、妊娠をして十月10日ってよく言います。十月10日の間どういう心境だったんでしょうか。昔はね、出産といえば死んでしまう恐れも非常に多かったです。母体が持たないとかね、どういう心境でどういう痛みを伴ったのか考えるだけでものすごく怖くなります。で、その時彼女を支える人はいなかったのか、どうなんでしょうね。私はやっぱりこういうふうに言うのはもう本当綺麗事だと囚われてしまうと思うんですけど、一番の被害者になるのは女性なんだよっていう話なんですよね。ここまでの流れで言ったら、男はだいたいさ、予期せぬ妊娠で遊びだった、これもうお金払ってその場限りなんだからいいんじゃないっていう話で逃げてるわけでしょ。で、未成年の場合もどちらにしても相手は逃げてるわけじゃん。男は知らんぷり、女は苦しいっていうことでしょって私はちょっと思いました。はい、ではね、その課題点ばっかついてってもさ、もうどうしようもないよね。そのやれない理由探しみたいになっちゃうわけじゃないですか。結構ね、やっぱその評論家みたいになっちゃうのも僕個人としてはあんま好きじゃないんですよね。こうダメ出しは誰でもできるんですよ。その誰もができないことっていうのは、そのダメ出しから一歩踏み込んだことなんじゃないのかななんて思って、
そのない知恵をちょっと絞ってどうすればいいのかなっていうのをちょっと考えてみたら、まあ保健体育の授業を強化する。でもね、やっぱ若い子ってどうしてもその性の捉え方を若干斜めに捉えてしまうんですよね。性イコールエロいみたいな。男子だったらなんか女子をちょっとはぐらかしちゃったりさ、男子同士でもね、お前さみたいに、もうほんとバカなことが起きるんですよ。で、気がつけばさ、テストのそのテスト配分も低かったりするし、あんま短期間しかやんないじゃないですか、長期間やんなくて。どうなんだろうなっていうところもあります。で、その相談所の周知徹底。でもさ、その実際妊娠しちゃった人からすれば、妊娠したからといってなかったことにはできないよねっていう、結局誰にも相談できないっていうふうに思って抱えてしまう、そういうケースも結構多いんじゃないのかなって私は思うんですよ。で、まあ人間関係の構築、これ結構非常に難しいと思うんですよね。例えば学校側だったら、その親子参加の行事を増やすとか、それもまあ一つかもしれないですよね。まあ地域社会のイベントを増やす、それ親子で来てもらう、それも一つかもしれないです。親子関係の中でも信頼関係をもっともっと増していこうとか。まあちなみにね、ちょっと余談になっちゃうんですけど、その京セラを立ち上げた稲森和夫さんでしたっけ、いらっしゃいますよね。その人の著書で、そのまあ賛否両論これもあると思うんですけど、確か幼児教育において保育園ってやっぱ結構大切だよみたいなことを言っていたんですよ。で、保育園の優位性というのは、学力は後からでも教えられるけど、保育園は保育がゆえに人と人との関わり合いがちょっと多い、比重が大きいところがある。だから保育園、まあ保育園と幼稚園を比較して言ってるわけじゃなくて、そこの真意としては、その私が捉えるに、人との関わりというものが非常に大切だよというようなことをおっしゃっているのではないかと私は捉えました。まあそんな話にも通じるんですけど、人間関係の構築、それはやっぱね、一つ大切なんじゃないのかなと思うんですよ。まあ一つ一つ挙げてってもやっぱり課題もあるし、難しいと思うんですよ。でもね、一番単純なことかもしれないんですけど、一番難しいのが、思いつくこういう基本的なことを誰もができないぐらい徹底してやり続ける、それがなんだかんだで一番いいんじゃないのかなって私は思うんですよ。保健体育の授業もひたすらやり続ける。そうすれば、そのはぐらかしてたものが脳内に定着してくると、それがなんて言うんだろう、その思春期における照れが気がつけば知恵、知識、知恵に変わってくると思うんですよね。で、相談所の周知徹底、それも、なんて言うんだろう、本当にその人の心を救ってくれるんだよっていうのがあれば、それが脳裏に焼き付いていれば、いざという時に助けてもらいたいっていう風になるのではないかと私は思うんですよね。で、人間関係の構築もこれもその一朝一夕と言いますか、そのすぐはできない、でもやり続けるしかないと思うんですよ。だからさ、そのなんだろう、明治維新以降のさ、日本の歴史を見てっても、日本人ってやっぱ結構変わってると思うんだよね。なんだかんだいろいろ見てても、それこそさ、第二次世界大戦前はお国のためっていうのは多いと思うんですけど、お国のために命を投げ出すっていう方はあんまり今いらっしゃらないと思います。それはそのアメリカによって作られた思想だっていうふうに言う方も多いかもしれない。でも今の私としては、それはすごく正しいことだと思っておりますんで、傷つくことがないからね。だからまあそれは一つのせいだと思うんですけど、っていうように、意外と時間をかけてそういうふうに一つ一つやっていけば、本当に辛い時に誰かを助けてあげられる、手を差し伸べていける、そういう社会が
作られていくんじゃないのかななんて私はちょっと思いました。まあそういった意味も込めて、このその自粛で心を痛めた方いっぱいいらっしゃると思います。そしてなんだろう、快楽だけのために誰かを傷つける行為っていうのは今後もなくならないと思います。でもそれを助けていける、手を差し伸べていけるっていうのは一つ大切なことなのではないかと私は思いました。まあ今回ね、この犯人を擁護しているわけでもないし、最低な行為をしていると私は思いますけれども、ある種彼女も被害者だった可能性もあるだろうし、または周りに手を差し伸べてくれる人、もしくは手が差し伸べられているんだけど、それを見、その手を見ることが彼女ができていれば話は変わってきた可能性もあるとちょっと思いました。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございます。